それじゃあね、先ほどね、放射性のチミジンを与えて、S 期の細胞を強縮しました、ね、復習するけど S 期の細胞は今まさにね DNA を作ってる最中だから、俺たちが放射性のチミジンを与えたら、あ、それ使うって言って DNA の合成に使って、この子たちの DNA は放射線を出すようになるんだね。それで俺たちは、この細胞たちを、標識したってことになるわけだ。どこにいるか、この放射性チミジンを取り込んだ細胞がどれにいるのか、俺たちは、識別することができるわけだ。でそれすぐに洗浄してね、あの放射性チミジンまた洗い流して、ね、染色した後ね、しっかり、しっかり標識した後にすぐにチミジン、あの放射性チミジン洗い流して、で5時間待ったら、ね、5時間待ったら標識された M 期の細胞が観察され始めたって。S 期を標識したのに、標識5時間待ったら標識した M 期分裂期の細胞が観察され始めたって言ってた。これね、なんでかっていうと、これね、細胞周期進んでいくんですよ。S 期にいた細胞たちは時間経ったらやがて G2 期に突入し、そして G2 期が終わったら M 期に突入するんですよ。でこの5時間経ったら標識された M 期の細胞が観察され始めたっていうのはどういうことかっていうと、5時間後どうなったかっていうと、これさ、 S 期って言ったって長い期間なわけなんですよ。だから俺たちさ、1学期って言ったって1学期の初めの方と1学期の終わりの方があるじゃないですか。 S 期って言ったって期間なんで、あ、俺たった今 S 期入ったばっかなんすよって細胞もいれば、うわ長かったわ S 期って、俺も S 期終わりっていう細胞もいるわけだ。あー長かったーって、俺さ結構前に S 期入ってさーって、でやっと DNA 合成終わったよって、俺も次の瞬間 G2 期ねっていう細胞もいるわけだ。でこの細胞は即 G2 期に突入し、で M 期に突入するわけで、5時間後標識された M 期の細胞が観察され始めたっていうのはこういうことね。5時間後にこの先頭の細胞が M 期に突入したってことなんだよね。この細胞がこれね、この細胞が、あ、俺 S 期、あ、ギリ、あ、なんだよってギリギリ S 期終わるとこだったのにって標識されて、で G2 期突入して、あ、 G2 期だ G2 期だって、あの分裂準備って分裂の準備して、で、あ、分裂期入ったでーってのが5時間後だって言ったんですよ。だから G2 期の長さいくらかって言ったら、 S 期のもう終わりにいるよって、この先頭の細胞、この細胞が G2 期を経て M 期に入った瞬間、時間はいくらかっていうと、括弧1番の答えはここにいた、ね、S 期、もう俺 S 期終わりって細胞が G2 期を経て M 期に突入した、ね、標識された M 期の細胞が観察され始めたのが5時間後なんだから、括弧1番 G2 期の長さはこの細胞が G2 期を経てここ、ね、ここで標識されて5時間後にここ M 期の初めに現れたんだから、G2 期の長さは5時間になるわけです。では括弧2番いってみましょう。